入善町の農家鍋島太郎さん。15年ほど前、知人から小型ボートを譲り受けて以来、すっかり海の虜になりました。キス来ました、ちっちゃいのがこれは自慢できる大きさではないけど、でもまあキスですよ、間違いなく。のどかな趣味の時間、それでもいざという時への備えを忘れることはありません。僕らが乗るようになってからは必ずライフジャケットはつけなさいよと。だって命綱だもんね、これね鍋島さんは先月、海上保安庁から仲間6人で海上安全指導員の指定を受けました。マリンレジャーの安全を確保しようと、全国およそ1700人の指導員が日々啓発活動に当たっています。はい、まだあと2がありますんで、安全3か条ってのありますんで、要は点検をしましょうってこと。それから出るときに、例えばここのマリーナに行くとか、はい、あとはあの航路のあれですよね、船乗っててもね、板一枚下がね地獄だってよく昔から言われてますけど、まあ、それをね、まあ、少しでも、なくするように、まあ、自分ら自らがこう安心でできるような安全な方法を取りながら遊んでいきたいなと、楽しみたいなと思います。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。